麦です。あ、そう。それね、撮ってね。はい。ビデオなんで、この会話の内容も。はい。はい、再開。余儀会館の、小武道やってらっしゃる、武市流でもあります。余儀清会長に、来ていただきました。ずっとね、千葉と東京も行ったり来たりされて、小武道の競技家に一番、頑張ってらっしゃる方で、空手道大学でも、小武道の防具とか武器なんかを、電子化、そういったことで、カリキュラムを作っていただく、大事な先生です。これもね、息子さんの清人君も、沖縄で頑張って指導してますけども、プロで、はい、今後も先生方から引き継いでいけるように、やってこの空手道大学のプログラムに入れていきたいと思います。それから親戚の入中俊夫さんです。からあの上地流、あ、そうですか。上地流でですね、サイパン、グアムで指導されて、FBI とかグリーンベレーで指導されて、薬草の専門家、あ、薬草好きだね、の専門家でもあるし、三線の重苦の春ってご存知ですか。はい、誰でも知ってますけど、原作者と。そう、小説やってるんで、賞持ってますよ。あ、そうか。へぇ、すごいです。そうなんですよ。だから お二方の先生からしっかりと、空手道大学は引き継いで、やっていきたいなと思ってます。小説もやってるんで、自分も。あ、そうか。小学校6の赤目、クリアとかですよ。クリアとかですよ。前に。10月の31日に、私が、東海岸活性化促進で4町村で、西原町、浦原町、北長瀬村、長瀬村、はい、こちら主体としてね、琉球舞踏会の子供をして、はい、大成功したんですよ。はい、これを2月7日日曜日、西原町の、役場内に沢藤エメラリーホールから出てます。こっちで2回公演を見るかしますから、ぜひ、相当受けました。はい、音楽と空手の融合の舞台で。いや、空手国語を有利に参戦対抗姉妹。すごい、沖縄伝統の、一流のメンバーは、その頃私が見た。相当良かった。もう相当大好評で。ったんじゃないですか。はい、僕はぜひ、次回見に行きたいと思います。現に実際ね、小宮さん見てるから。そうですね。あれは分かるね。分かる。商業の癒し県から予算をもらいましてから、観光業者のみ、商業約25名招待して、そして有志者、それと文章さんのメンバーでもね、あるって今回は観光公開ですね。チケットが3000円、予定は3000円で、入る期限1500円です。チケットはまた今後は、はい、世界で、沖縄宇宙アンチで世界チャンピオンのマジシャンのマサというんですよ。あの人もいろいろと、やはり調整中で、ね、次の沖縄の世界的なマジシャンも。沖縄宝がいっぱいありますよ。テレビに出てる、だからあれもだクオリティが上等やれば、あとアメリカで3本でね撮ってるからさ、天才的な前は3本で審査で合格して、あ、そう朝よ、あと沖縄大学のね前島、中島教授も
演出されていらっしゃるんですか。中島さんが、プロデューサーでやりました。私の弟子でね、僕家も次だったりですね、はいはい、また自分たちのことは分かるよね、はい、元東京大学の教授 で去年の4月から入院しました。国立琉球大学の福部先生も自分の弟子なんですよ、メンバーと、はいはい、今もそうそうと連盟があって、で、ポスター、ポスターもまた転げてから、この人また格闘技好きでいい方向に行きますね、とてもいい。琉球大学の工学部の今真壁教授と面談してきまして、うん、本当にあの電子防具を、うん、あの早く、うん、あのもう開発に取り掛かる、もう3月ぐらいまでにやりたいですね。じゃあまたあの近いし、自分たち、そうですね、そうですね、いつでも合わせるし、でこの中城城を中心としたこのチューブ、うん、チューブをあの飯中先生が、うん、あの農場を提供してくれまして、あのそこでいろいろあの、うん、空手の先生とかも、うん、あの学生さんとか、うん、あの自分で野菜を育てて、うん、まあ、半自給自足の生活をするというようなプランもあのこの空手道大学のプランに入れてまして、まあ、このチューブですね、チューブは非常に重要なんで、あとはあのもう世界70億人の1億人空手人口をみんな呼んで、あのコロナが明けたらですね、あのこの沖縄本島全体をキャンプ、大きなキャンパスです、あの泣き人のマンゴーとかコーヒー農園、それから南城市の酪農とか、あの野菜フルーツ、そういうのも入れて沖縄本島全体をキャンパスにしようという、はい、で琉球独立じゃないですけど自立を目指そうというプランも今年できそうなんです、はい、すごい、もう今みんな集まってきてます。自分の琉球言葉の行動をね、やはり沖縄発信者が拠点にしてから、はい、沖縄から行くとしてて、東京コースがすでに台湾とかね、ああ、いいですね、はい、もう一流のメンバーはそういったもんで、それはこれはまたあのジャンプツアーズがまた提携を結んでね、いい方向に参ってます、はい、すごいですね、中国とのネットワークもあります、はい、さんですよね、そうそうそう、本当にやってね、先生はどこからお住まいどこですか。ああ、そうですか、こちらの土地があるんですか。はい、あ、長城地区、あそこはどこになるんですかね。読谷、あ、読谷、読谷の大湾ですよ。だから長城地区とは違うんですね。イラミナ、イラミナ、サミさんのイラミナと、イラミナ、イラミナ、サミちゃん先生が名前だから分かりやすい。去年あの大会でイラミナ幸吉、はい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 、イラミナ幸吉もあの与那国です、ご存知ですよ、すごい、もうみんなだからつながってるのよ、うん、あの先生も起き出せないよ、あ、ね、起き出せないよね、みんな話してきたらつながると、ドットがつながってきた、また、はい、東京行ってずっと今やってますよね。そうなんですよ、千代田区にいます、あの、あ、去年三振やってくれたあの南根浩吉先生も与那国で、あのうちの与那国の喜八郎さんの、あれ音楽の先生、誰が与那国先生、あ、そうですか、で与那国で一緒に育ったのが入中さん、入中さん、でもね、沖縄は音楽好きだからね、なんか足でや、見てよ、あ、西尾坊主で中堀歩くったらこのノーベル上でここですよ、なんか久高島と与那国のつながりもあるんですよね、あの西銘淳二さん、そうだよ、政治家のもう与那国出身、アメリカ軍からもある、あ、なるほど、忘れられた人言ってたらもう分かったよ、人間ってすごいもん、自分なんだ、先生はどうなったんでした、宇宙ですか、八重山の、ああ、八重山健康、じゃあ、八木先生、
ヤビック先生、うん、僕はヤビック先生もお世話になりました。連れてやりましたよ。うんうん、もう繋がっちゃう、うん、あっちのね、やはり僕も、沖縄からあっち最初に、ね、3年行った時、確かに、うん、3年、うん、それやらないといけない。もうヤビック先生よく分かってたもんでやはり、まあ、一からやし、今回のやはり新規店と思って、入門してすぐ、うん、夜頃で入門してすぐ7段もらいました。うん、昔はこれやらないといけない本当にやらないといけない。すごいですよね、薬先生もね。小田君、先生の研究させてもらってる、はい、いろんなの出てくるよ、見えない世界から。もったいないよ、いや、死んだら前から。本当に先生 の, あの歴史とかそういうのをまとめるのも、上地流ですごく大事だと思うんで、そういうのの編纂をあのマスター、修士とか博士の課題にしてもらって、防具の古武道の防具化とかそういうカリキュラムを作ってきました。何では白マットの白マット矢吹先生から教わったんですか。でも、時間的にはちょうどな、はい。矢吹先生は、ウルナリーがまた、20両でも、例えば、2段階にとって50両になるんだったら、ああいうふうにやってから、自分たちが、八重山金宝を作ってから、うん、ね、交流したんですね。また、そこ、もう、練習ですごい。まあ、昔の、まあ、本当に流派とか分かれてなくて、まあ、いろんな先生から認定もらったっていうことですよね。まあ、紫藤流だって伊藤先生と比嘉女官僚先生の、ね、馬国先生が両方習ったわけですから、ね、もう昔からその交流があったと。お互いに影響し合って切磋琢磨してあのしてたから、まあ、元はみんな同じですから、ね、先生もそうですよ。ヤミク先生ストーリーも聞きたいですけどね。ヤミク先生よく分かんないです。ごめんなさい。自分 の, あの師匠、金城武先生って言ってたんですけども、やはり、ちょっとでもさ、交流が深くて友達で、あの時代の先生がすごいですよね。空手、図書館に空手資料を提供したのは、金城豊先生ですか。岡間先生の岡間先生もたくさんやってますよ。岡間先生、はい、岡間先生の仕事だったんですよ。そういったことをしっかり整理して、あの空手道大学ライブラリーにみんながあの情報取れるように整理整頓したいと思います。ありがとうございます。ありがとう。